はい、こんないっぱい来てくれると思わなかったんですごい嬉しかったです。なんか前回、ここで公開練習やったんですけど、その時よりも倍ぐらいですかね。なんかめっちゃ増えてたんで、すごい嬉しかったです。今のコンディションなんですけど、もう追い込みも1ヶ月ぐらいずっとやってきて、もう体はほぼ仕上がってて、あとはここから体重を最終調整して、試合に仕上げていくっていう感じですね。はい、ちょっとまあこんだけ人がいると気持ちの入り方みたいなのも、はい、改めて試合に近いんだなみたいな感じとかっていう。そうですね、今日マス、小谷君とやったんですけど、もうちょっと軽めにやる予定だったんですけど、こんなに来てもらったんで、なんか刺激のあるもの見せないとなと思ってちょっと強めにやりました。はい、ありがとうございます。この試合、まあ、タイトルマッチ決まっての、はい、周りの反響とか、声とかってのはどんな感じで。そうですね、9月に挑戦者決定戦が、あったんですけど、まあ、その試合が結構な壮絶な KO で次の相手が上がってきたんで、なんかタケル危ないんじゃないのみたいな、ちょっとタケルやられちゃうんじゃないのみたいな声をちらほら聞いたんですけど、なんかその声ムカついたんで逆にぶっ倒してやろうかなと思った。まあ、打ち上げ会見でも話はされてましたけど、はい、あの試合に来て、その後も何回かご覧になってるかと思うんですけど、はい、改めて相手の印象というのは。すみません、ちょっと見ますか。そうですね、印象は、まあ、すごいハードパンチャーだなと思って、サウスポーなんですけど、左だけじゃなくて右のパンチも強くて、まあ、両方のパンチが倒せるパンチを持ってるなっていう印象なんですけど、まあ、それは僕も同じなんで、もう倒せるパンチ持ってるんで、まあ、本当に当たった方が倒れちゃうような、そんな試合になるんじゃないかなと思ってます。すごい、ここバランスもいいなって思ったんですけど、はい、他の目についたところ、短い試合でしたけど、はい、どうですか。バランス、どうですかね、僕的にはあんまりバランス良くないなと思ったんで、逆にそこが穴かなっていうふうに思いました。ご自身としてはどういった試合になるというふうに予想されますか。まあ、そうですね、さっきも言ったんですけど、まあ、どっちも倒せる攻撃を持ってて、どっちも本当アグレッシブなんで、まあ、客観的に見たら本当絶対 KO で終わるんじゃないかなっていう、まあ、そんな試合ですね。なんかよく真剣の切り合いとか言うんですけど、僕は今回の試合、結構いろんなインタビューで言ってるんですけど、爆弾の投げ合いになるような試合になるなっていうふうに自分で思ってるんで、僕のパンチ、T ボムっていう名前が一応ついてて、ボムって爆弾なんで、向こうもそういうパンチを持ってると思うんで、爆弾の投げ合いのような超刺激的な試合にしたいなと思います。タケル選手としてはその7月に1回試合があって、それからまあ4ヶ月ぐらい準備期間あったと思うんですけど、はい、なんかその自分の中でその対戦者じゃないところでどんなテーマを持って取り組んできたかとか、何か練習してきたことってありますか。そうですね、まあ、練習量はいつも試合ないときはちょっとやっぱ体のダメージもあるので落とすんですけど、前回試合終わってから9月にエキシビジョンマッチがあって、そのエキシビジョンマッチに向けて本当に試合と同じ追い込み練習をしてきてだったんで、本当に今回の試合は、まあ、試合前に追い込みっていう追い込み期間の練習があるんですけど、それを今回2回やったような感じなんで、なんか体の仕上がり具合はもういつもよりかすごいいい感じですね。なんか自分の感覚としてはタイトルマッチ前に1試合やったぐらいの感じなんですね、調整というか練習に関して。そうですね、追い込みを
やったんで、試合はまあ、爪当てとかつけて、グローブ大きい試合だったんで、ダメージがなかったんで、試合、エキシビジョン終わった後、すぐに練習にまた入れたんで、普通の試合だと、やっぱどっかしら痛めてしまうんで、ちょっと開けちゃうんですけど、エキシビジョン終わってからもすぐにまた追い込み練習ができたんで、いつもよりか本当仕上がりはいいなというふうに思ってます。前の公開練習の時は撮影練習トレーニングみたいな、そうですね、ちょっと変わった練習とかっていうのは、はい、サスケトレーニングは本当フィジカルトレーニングになるんでずっと続けてるんですけど、いや今日もちょっとやろうかなと思ったんですけど、やめました。それは何か準備が難しいとかちょっと場所の問題とか。いや前回やった時すごい喜んでもらえたんですけど、ちょっと自分的にそのフィジカルトレーニングって結構地味なんで、それをジロジロみんなに見られるのすごい恥ずかしかったんで予防があれば爆注見せます後で、はい、はい、まあ、改めて今回4大タイトルマッチあって、3部全部並んでの試合ですけど、武尊選手はその中で意識していることだったり見せたいものってどんなものですか？そうですね、ずっと言われてるんですけど、本当軽量級はKO が少なくて盛り上がらないって言われてて、 K1 にももともと階級がなくて、それが本当に僕は本当屈辱でしかなかったっていうか、面白い試合は絶対できるのに、そのヘビー級とかでかい選手ばっかり注目されてるっていうのがすごい、悔しかったんで、それを覆すためにも一番激しくて一番 KO の多い階級にしたいなと思ってるんで、もちろん今回も KO で勝ちます。自分がメインイベンターになりたいという思いありますか？もちろんそうですね、はい、面白い、一番面白い試合をする選手がメイン、 K1 ってやっぱそういう大会だと思うんで、最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、さっきも何回も言ったんですけど、本当に KO で終わらす試合っていうのを僕が、一番最軽量の55キロのチャンピオンの僕が見せるんで、皆さん11月21日は応援よろしくお願いします。